りが嘘をついたら見破れますか？今日はですね、あかりが渾身の演技を皆さんにお見せいたしましょう。題して、演技かリアルか見破れ聞きあかり。はい、問題はこちら。第1問、本当に足つぼマットの上を歩いているのはどっち。第2問、本当に超酸っぱいジュースを飲んでいるのはどっち。第3問、本当にこちょこちょぶられてるのはどっち。これさ、誰とこなん。なんでいつもこうやって体を張らせるんですか。やるからにはもうみんな全員騙すからね。もうみんな、まあ、あかりの名演技に、まあ、負けたらいいと思うよ。やっていきたいと思います。いざ勝負。第1問、本当に足つぼマットを歩いているのは A か B か。それでは A からいってみましょう。せーの、あーい、やばい。 あ、でも気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。あ、もうやばい、よい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 よ、ちょっと、やばい、痛い、ちょっと、でも余裕だ、ぶれてやばい、ジャンプとかしちゃうね。ちょっとわかんないんだよね。それではいただきます。マニアいるのか、こちょこちょマニアって本当にいるの。はい、という
わけで3問やってみたんですけど、皆さんいかがでしたか？それでは答え合わせです。第1問、あかりが本当に足つぼをやっていたのは A です。はーい、なんでこんなことしないといけないわけ？めっちゃ痛かった、めっちゃ痛かった、もう汗やばいもん。もう令和の時代にこんなことやらされるのおかしいよって思うぐらい痛かったです。でもね、なんかね、もう演技難しいね、やっぱり。はい、それでは第2問の答え合わせ。第2問の本当に超酸っぱいジュースを飲んだのは A、B、どちらかというと B です。ダダダダダー。さあ、皆さん会いましたか？会いました？外れたでしょ、外れたでしょ。いや、これはね、我ながらいい演技だなと思った。そう、結構騙された人もいたはず。クエン酸ってやつが入ってたみたいなんだけど、めっちゃ美味しかった。超酸っぱいんだけど、なんだろう、疲れが溜まってたのかわかんないんだけど、あれは毎日飲みたいと思ったぐらい超美味しかった。というわけでですね、第3問目の答え合わせをしたいと思います。第3問目の本当にこちょこちょされてたのは A か B か、答えはA でーす。はーい、ちょっとおかちゃん、おかちゃん、ちょっとひむちゃん、最初からこちょこちょ B から左へされました。どうどう、みんなわかった？いや、全問正解した人はね、きっと明日いいことがあります。明日ね、今日はそんなにいないかもしれないというわけで、ご視聴くださりありがとうございました。まったねー、バイバーイ。令和も体を張っていく。